はい、皆さんこんにちは、阿部の生命です。まあこの景色もね、まあ皆さんもね、もう何度目かな、まあ、最近も通りましたけど、今ね、まあ、車の出てきていたところを左折します。まあ、前回はね、まあ、上毛大橋まで行っちゃったんですけど、上毛大橋まで行っちゃうとダメなんだね。まだ変わらないかな。赤城乗馬クラブがあるんだ。どっちだったっけな。あ、右側行くとね、あ、乗馬クラブ。ちょっと乗馬クラブ行ってみますか。すげえ、こんな道。すげえな。本当にあるの？だろうな。まあ左にもね、道があるんですけど。どうする？よっす。やばそうなところですよ、これ。あ、いたいた。こりゃすごいとこにあるわ。まあ、上行けばね。おお。お坊さんたちいますね。このアングルが一番映ってるかな。
うですよね。ちょっと左かな。まあ、ここが限界かな。あ、もうあれなんだね。すぐ向こう側は利根川ですね。まあ久しぶりの晴れ間なんで、あの一番右側の白いはいい感じですね。まあ、左側の白いのはちょっと汚れで黄ばんじゃったのかな。まあきっとね、この馬たちも。まあ、乗馬クラブで、まあ、お客さんをね、まあ、背中に乗せて、偉いよね。うん、じゃあこんな感じにしときましょうか。ご視聴ありがとうございました。はい、ではね、また乗馬クラブを出ましょう。
下ると、あ、見えてきましたね。まだ映ってませんね。今ね、顔を叩こうとした音です。危ないよね、蚊がいると。見えてきましたね。道の駅吉岡温泉です。右の方にね、風車が回ってるんです。すごいな、相変わらず。ああ、こっちだと歩かなきゃならないのか。まず。まあ、そうなんだけど、できれば、まあ、向こうの、ちょっと向こう行きましょうか。すいません。もう一旦、回ります。ちょっとね、あ、確かこの前もこっち側に止めたい歩いてたんだな。リバートピア吉岡、進入禁止。一番近いとこ、ここにしましょうか。おお、ゴルフ。ああ、開いたね。短時間。まあ、ここ短時間ですよ。道の駅吉岡温泉に着きました。
前来た時よりもね、まあ、ぬるめになってますね。でもちょうどいい温度ですね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。